はい、ということで第11回ど根性の部屋ということで、またまたゲストには村田選手よろしくお願いしますですね、じゃあ早速3分間始めますよ、もう、はい、ということで、はい、今回はちょっとテーマは室田が考える理想の1日デートプラン、デートプラン、デートプラン、さあデートプランですか、お茶ですか、いやお茶はそれはまあ したいですけどお茶したいですか、あの最後にデートしたのはこれぐらい前だったじゃん、学生の時ですか、うん、そうですね、きっと。あーでも理想、僕の理想になっちゃいますけど、ね、そう、室田の理想に言ったら、もう妄想というか、もう、はい、俺だったら野球が好きだから、一緒の野球ユニフォーム着て、はい、要はなんか野球が、横浜ベイスターズを観戦したいんだから、はい、まあ、それを言っても、みんな多分求めてないけど、今求めてる時代は、室田を求めてる、はい、から、室田を求めてる。時代は室田を求めてるから、だからもう早くは、もうあと2分しかない。室田も、はい、もうだからプランを言ってって、のがいいなと思って、極端、例えば一日のうちに2つやりたいんですよ、普段全然行かないようなとこに行ったりとか、例えばなんかあの先輩が聞いたら寄生虫博物館が面白いって言うんですよすごい面白いじゃんらしくて、デートで行ったらめちゃくちゃ盛り上がるって言うんですよ、なんかムータが言うとリアルでいやでも寄生虫でもなんかそういう、なんでもいいですけど、なんかそういうような場所に行って、その後はもうそれこそさっきのあの一回もお茶じゃないですけど、ただただだらっとゆるっとしたりですね、寄生虫からのお茶って気持ち悪い、気持ち悪いですね、気持ち悪い、寄生虫は例えですけど、はい、なんかそういう感じがいいですかね、あんまりカチッと決めるんじゃなくて、フリーでちょっとなんかこう場面に行くみたいな、はい、はい、なんかそういうのがいいですかね、ここそんなそんなそんなにそれをこう、まあ、ディズニーランド行きたいとか、まあ水族館行きたいとか、ない。寄生虫、寄生虫なんだ。いやまあ寄生虫はまあ寄生虫は本当に例えですけど。でもだって出てき、一番最初に出てきたの寄生虫ってことは一番行きたいのがある。あの今やってるんですよ。今一番嫌いの寄生虫。寄生虫博物館。すごい面白いって言う。だからまず面白いって言った人はどんな人たちなの？なんかあの芝居の先輩、普通の男女とか。ああなんか SM クラブのお姉さんとかじゃなくて、違います違います、普通のお友達のこういう人、なんか行く前はだから女性が気持ち悪そうとかって言うんですけど、行ったらもうものすごい盛り上がるんですって何か何が見れんだろうと思って、いや確かにごめんなさい、これ室田って聞いてたらあの話なんかなんかいやとりあえず室田は足りないの悪かったですっていうことで、はい、終わっちゃうけどとりあえずじゃあ結論であなたはサイコパスなんですなんですか、はい、お芝居